の美しいプリンセスアレクサンドラ姫は15日皇居をご訪問、和やかに話し合われました。翌16日王女は金色ブロッケードのカクテルコートで歌舞伎座へ。幕間には俳優とお会いになり、舞台衣装に興味を持たれたご様子。こうして大和路の旅に出られた王女はまず真珠の鳥羽にご到着。75着の衣装を持ってきたチャーミングな王女を追って報道陣は大騒ぎ。ベストドレッサーのモードを頂戴しようとデザイナーも遠征してきました。ご自分から希望されたという真珠の洋食をご覧になった王女はついで奈良法隆寺へ。ここでは茶色のセーターにリバーシブルのコートという可愛らしい装いです。さあ大変居合わせた修学旅行は大騒ぎ。洗練された一挙手一投足に賑やかなため息です。18日雨の京都御所では濃いグリーンのレインコート。場所と天気でたちまち変わる王女のモードにデザイナーさん方は死のつく雨もいといません。こうして桂離宮など都の旅に王女のおしゃれをいただこうと粘った人たち。ともかくプリンセスは大変な人気でした。